こんばんは。遅くなりました。今日は福岡で推し博というフェスがありまして、明日はミニチカッパ祭というフェスがあるので、今日は福岡にお泊まりでございます。お疲れ様、ありがとう。こんばんは。もう汗で前髪がカッパカッパしてます。こんばんは。今日は3月9日サンキューの日でした。皆さんいつもありがとうございます。昨日もたくさんパセを守ろうとしてくださってありがとうございました。みんなのおかげで今日も配信できました。ありがとうございます。こんばんは。そう、福岡は2日間なんだ。どちらもあのチカッパ祭の同じ主催のフェスです。明日も頑張りたいと思います。こんばんは。ちょっとギフトを遡るね。いっちゃんお疲れ、しんじさんお疲れ、陣内さんお疲れ、おたけさん、バラ、いっちゃんお断りです。陣内さん、しんいちさん、おだしさん、マシュマロ、ルースさん、ハート、しんいちさん、ハートスティック、マウナさん、ハートスティック、カズヤさん、ありがとうスタンプ、こちらこそです。しそうのおろさん、お疲れ、いっちゃん、ハイト、ありがとう。コウジさん、マシュマロとハート、おみかんさん、お疲れ、ありがとう。サワッチャさん、お疲れ、タサクさん、お断り、ブヤッキーさん、お疲れ、ラクさん、お疲れ、シロクマさん、ハートスティック、クワドリさん、チンさん、クックさん、マシュマロ、ワウワウさんお疲れ、コウさんお疲れ、ありがとう。カンさん、ダーソクさん、スケオさん、コウさん、マシュマロ、ありがとう。ぼんやりさんお疲れ、マルさん、ダルマとハート、ひーちゃん推し、ハートありがとう。いっちゃん、レインボースター、スケオさん、なんだっけこれ、キューピッド、ハートスティック、陣内さん、ハートスティック、ありがとう。アルテミスさん、しんちゃんさん、さよっちょさん、まるさん、さとこさん、マシュマロ、ありがとう。ひろし BKK さん、ラストワンさん、おたけさん、ハート、しんいちさん、ハートスティック、ありがとう。みぎたぴぽさん、しんちゃんさん、スタメンさん、ぶんさん、選手の妻さん、たかしんさん、ありがとうございます。カツオさん、クマちゃん、ありがとう。間違ってなかった。クマちゃんとレインボースターとくれてました。ありがとうございます。どちらもひろし BKK さん、ファイト、ありがとう。メロンのあそこさん、ファイト、ありがとう。どこまで読めてる。あ、タコもくださってる。カツオさん、タコも、タコとクマとレインボースターと、ありがとうございます。スリーサルさん、PD マンさん、シンイチさん、ハート、ありがとう。あれ全然読めてない、パズ頑張って追いつくね。レネさん、ハートスティック、フィリップさん、ひどっちさん、メロンのあさこさん、そらそやかさん、こじやすさん、いっちゃん、やまさん、ありがとう。森健銀河さん、シェンさん、台湾ジョジョさん、ラブレター、としやさん、バラ、ありがとう。さんちゃんだよ、はるさん、みふねさん、りこさん、マイケルさん、アッシーさん、時すでにお寿司さん、もっくん、メロンのあそこさん、ありがとう。マーくんお断りです。しんいちさんお断りです。やすべえさん、めっちゃきのこさん、みつさん、やすべえさん、まぽすさん、お疲れ、ありがとう、ありがとう。こうさんお断り、ご主人様お断り、じんらいさん、やまさん、ハートスティック、ありがとう。ぜーたん、かわいい、ありがとう。こんばんは。今日はね、今日の服はソラハさんのお下がりニットを着ています。お下がりニットできました。なんか色味わかりにくいけど、なんかいろんな綿あめみたいなほわほわした色のニットお下がりでもらいました。パセリ推し結構いた、その中の一人じゃないですか。ありがとうございました。パセリコールもありがとうございます。本当に
嬉しいです。やっぱりフェスとかって他のアイドルさんのファンの方が多いので、あのバセのファンの方とか STU のファンの方がね、曲にノリノリでペンライト振ってくれたりするとホッとします。ありがとうございます。本当に BD マンさん、歯車ありがとう。ジャパングさん、マシュマロありがとう。ハートスティックもありがとう。そう、今日無謀があったよ。無謀がありましたです。カメさん、キューピッドクマちゃんありがとう。スプマンテさん、マシュマロありがとう。コカジアさん、マシュマロありがとう。なんか今日ね、福岡やばいらしいんです。福岡はもう HKT さんのコンサート、ミクリンさんの卒業コンサートもあるんだけど、いろんなライブが今日一気に合ってるんだって、いろんな場所で。でね、もうね、博多駅もとんでもない人の数で、博多駅のタクシー乗り場とかもうね、すっごい行列だったし、で今日の ZEP 福岡っていう会場がドームの横だったんですけど、もうドームの前もすごい人だし、ドームの道、ドームからその最寄りの地下鉄までの道全部人で埋まってて、お祭りかと思うぐらいね、すごかった。そうなの。だから今日会場に来てくださった方が無事に帰れたのかが心配でした。でもコメントしてくださってる方いるから、無事に帰れたかな、ホテルとかお家とか。元気ですか皆さん。マーシーお断りです。ココジアさんハート、ペネロペゴツンさんハートスティック、ホタテ様バラありがとう、カッパマキさんハート、ポケットからヘリコプターさんマシュマロありがとう、マクールさんマシュマロ、はじめだよさんファイトありがとう、応援してくれてる、頑張ります、負けないぞ。土屋さんハートスティック、マポスさん、なんか可愛い猫ちゃんのタワーありがとうございます。ハートのキラキラの可愛い猫ちゃん、キャワキャワ、こんばんは。わーい、ちょっと今ホテルだから髪にかけちゃおう。可愛いこの猫、これもホワイトデーのやつ、なんていう名前のやつ。福岡のご飯食べれました、餃子食べました、餃子餃子食べたよん、餃子。だから明日ね、臭くならないか心配だったけど、ニンニクは入ってなかったから安心です。いや待って、ハートでかすぎてもうハートで埋まっちゃった。カツオさん花束、おみかんさんマシュマロ、カツオさん小判、スタメンさんレインボースター、レネさんヤスさんマシュマロありがとうございます。餃子なんかね、餃子、鉄鍋餃子が有名らしいけど、今日食べたのは鉄鍋餃子じゃない鉄鍋餃子じゃない餃子を食べました。しかも広島にあるお店で食べました広島にある、広島にもある店で食べたから、まあ福岡グルメかと言われたらちょっと微妙なところではありますが、ずっと行きたかったとこだから。え、そうなんですよ、美味しかったよ、ハッピーです。今日はね、九州メンバーだったから初めての組み合わせでした。ミッチー、バラ、シュンさんお疲れ、ヤスベーさん、レインボースターありがとうございます。ガードイさん、レインボースターありがとう。ヤハヤハさん、ハートスティックありがとう。こんばんは、ハッピーハッピーハッピーだよ。みんな多分さ昨日の今日だから心配して配信見に来てくださってる方もいるかもだけど、何ですかね、
今んとこは元気です。ありがとう、本当に心配かけてごめんなさいだよ。本当メールで送ったんですけど、みんなにとってちょっとなんか嫌な気持ちさせちゃったかなと思って。パスは元気だよ、ありがとうね皆さん。みんなのおかげで今日も配信ができているよの気持ち。カツオさんお断りです。かっこ10×10。明石の金爺さんマシュマロありがとうございます。石川先輩ハートありがとう。マリオ2さんハートスティックありがとう。ミュージックショップさんハートスティック、カツオさんだるまありがとう。アンバさんアイスありがとう。本当にもう皆さんのおかげです。全てがもう何もかもが本当にさ、日頃から思ってるけどさ、こういう時によりね、みんな、私みんながいないと思うさ、生きていけないかもしれない。本当に無理かも。だからこれからもよろしくお願いします。みんながいないと私はやっていけないと思った。よろしくね、これからも。新一さん回復薬ありがとう。みんななんでこんな優しいんだ。なんかね、まあ世の中はいろんな人がいますね。ひかるさんハート、リサーチャーさんマシュマロ、カツオさん回復薬、新一さん回復薬、さとこさんハートスティックありがとう。陣内さんラブレター、よしひろさんマシュマロありがとうございます。今日前髪がさ伸びすぎてて切らなきゃ、また切って失敗する未来が見えるんだ。ブンさんハートスティック、マポスさんラブレターありがとう。今タワーの上で帰ってるからちょっと待ってね、あと話したい気持ちでいっぱいだったお話ししたい気持ちでいたですだよ、寝てないです。後からアーカイブで見ますね。アーカイブで見る。今日は見れなかったよ。でもパネル見ました。沖前さんのパネル見ました。可愛かった。もしかしたらネタバレしないでほしい人いるかも。だからちょっとどんなパネルかは嫌なんですけど、等身大パネルが可愛かったです。エジリンレインボースターありがとう。リアスティさんハタありがとう。おぎまいさん、かずともさんマシュマロありがとう。あ、そう、来週の13日のフェスもう出演します。渋谷ラインキューブ渋谷にて行われるフェスに出演いたします。ジャパンアイドルフェスティバルサポーテッドバイカラオケ招き猫ボリューム2です。ボリューム1は16人だったんですけど、今回は6人で2期生で出ます。最近さやかりんとねフェスに出る機会がとても多いですね。さやかりんとさあやんはもう一面になってますね最近のフェスは。今日明日とこの前のバスツアーはさやかりんいて、来週もいる。そう、 NMB さんも出演されます。そうなんです、リコちゃんもいます、シャコもいるし、みんないます。アイコもいます。でもパンちゃんが今日はアイコがいなくて、来週はそう高崎アイコ揃うってとこで一人ね、そう4人だからなかなか揃わなくて、そうなの、楽しみです。嬉しいね出演できるの。多分バセ推しの方がフェスとかさイベントに来てくださるから出れるんだと思うので、
皆さんありがとうございます。本当にありがとう。テレパシー待ってます。じゃあ受信モードにしときます。またツアーも始まるからね、ツアーに来てくださいってお知らせ、 ST のツアーありますよってお知らせもフェスでしてこようと思いますので、あの会場来れない方もまたツアーとかでお会いできたらと思いますので、よろしくお願いいたします。ジロ君ハート、いっちゃんマシュマロありがとう、ありがとう。こんばんは、どうもどうもどうも。ジロ君お疲れありがとう。マミカンさんラブレターありがとう。ふくちゃんお疲れ。渋谷の団長さんハットスティックありがとう。渋谷にお邪魔するぜ、ツアーぶりに渋谷に行っちゃうぜ。ツアーね当ててください。でも今はさ、もうなんかさ3月4月いろいろイベントが盛りだくさんすぎてね、あのショールームでマイカー公演するっていうのも忘れずにちゃんと覚えてるんですけど、ちょっと今はねあのどのイベントもいろいろあれバタバタねやってますので、ちょっとレッスン場とかが使えるときになっちゃうからもう少しお待ちください。すいません。西さんお疲れ。ジロ君ハートスティックありがとう、ありがとう。そう今ねスタッフさんもメンバーもいろいろお忙しそうなので、3月9日2024年、今日は配信が終わったら明日のフェスのやつをやるぞ。もうね今日と明日の分やったらもうパンクするやばい混乱すると思ったから、一旦明日の瀬取りを全部忘れたんですよ。だから呼び起こししなきゃいけん、全部一旦忘れちゃったから。呼び起こすぞ。パッ、ほい。よし、マポスさんタワーありがとうございます。じゃん。ちょっとホテルなので色ペン使えなくて悲しいですが、とっても可愛い猫ちゃんありがとうございます。推し博来てくれてありがとう、そしてニコニコ見守ってくれてありがとうございました。とても嬉しい気持ちになりました。また会える日まで私も可愛くなれるよう頑張りますので、次会える日まで愛マシマシでよろしくお願いします。ありがとうございます。キョーチーニャンコこんばんは。チョコモナカジャム食べないの？もう食べたの今配信始まる。あのね配信予約を23時にしたのはチョコモナカジャンボ食べタイムを挟んだからでした。メンバーとご飯行って帰ってきてちょっとチョコモナカジャンボタイムをしました。だからもう今日はおしまいです。
食べました。にゃんこにゃんこ、え、今日さ、びっくりするぐらいサクサクだったんだけど、え、っていうぐらい過去一サクサクでした。すごいです。優しい声で癒されてます。ありがとう、ありがとうございます。過去一ふにゃふにゃでした。あ、じゃあその分私の方に来たかも、もなかのサクサクが。やっぱさ、二人で一つってことじゃない。どちらかがしなしなな、どちらかがパリパリ。めっちゃ良かったです、今日のジャンボは。なかなか良かったです。こんばんは。もうクッキー食べてる気持ちだったもん。歯茎が痛めつけられるぐらいサクサクだった。例えが最悪すぎて。え、私もさっきこぼしたんだよね、机に。拭いたけどさ、私もこぼしちゃう。なんかお家で食べるときはもうすぐ洋服汚しちゃうんですよ。だからね、危険です。パリパリだとね、落ちてきちゃうから。で、今日眉毛が太いかも。太眉毛かも。眉毛ちゃん、いて、コウさん、ハートありがとう。ハート、ハートの落書きしました。風船。気持ちいい、ありがとう。なんかさ、なんかみんないつも以上に今日褒めてくれるやん。汗がへこんでると思ってみんな優しくしてくれる。ありがとう。50代独身さん、ハットスティックありがとう。スタメンさん、マシュマロありがとう。ありがとうございます。ひーちゃん、おしはった、ありがとう。そう、前髪めっちゃ伸びたんですよ。伸び伸びなの、切らんといけん。さとこさん、レインボースター、ありがとう。加湿器持ってきてない、最近ね、使ってないの。今は乾燥中、ずっとカビが怖くて乾燥中。幕張の話し会持ってくよ。やはやはさん、レインボースター。しんいちさん、マシュマロ。やはやはさん、マシュマロもありがとう。いつもは普段からやって、あ、本当？あ、本当です。バシの痛み収まった。あ、え、2日ぐらい続いてるよ、バシ。お疲れ様です。パサも行かなきゃな。いい、絶対痛いじゃん。キムさん、マシュマロありがとう。なんかみんな優しくて、みんな優しくて嬉しい。優しい世界になればいいのに、もっと。しんちゃんさん、マシュマロありがとう。なんかさ、今日さ、そのご飯を食べに行ったとこさ、前のテーブルとかの感じ見ててさ、いや、私一般社会で生きていける自信がないわと思って。なんか周りがなんか多分卒業シーズンだからか、そういう卒業生の集まりとか、なんかそういう感じのお友達の集まりが多かったんですよ、会社員とかより。でさ、そういうの見てさ、あ、私もうメンバーとかとご飯行くのは、あの、最近やっと慣れてきたけど、前までそれも緊張したけど、もう一般社会出てさ、働いたりして、そういう会社の集まりとか出れる自信がないわと思って、前から思ってたけど、そう、今日見てより思った。おーってすごいなって。みんなもよく言うじゃないですか、今日は会社の集まりでとか言ってるじゃん。だからすごいなって、偉いなと思った。ね、無理だわ。ああ、仕事まで緊張してる。本当？
そういうもんですか。楽しい。あ、そうなの。来週末は集まり、気をつけて帰ってくるんだよ。遅くなんてダメだからね。門限7時ね、夜の。慣れなのか。みんなすごいですね。うまく社会に馴染める自信がない。だからもうメンバーといっぱいお出かけする。こんばんは。なんか今日光の加減で目がうるうるしてるように見えるね。全然うるうるしてないよ。全然。ヨーマイクさん、マシュマロありがとう。若田の頃はいろいろ気を使った。ショールームも気を使ってますか。アイコン変えたり。職場の飲み会お疲れ様です。お帰りなさい。マリオ2さん、マシュマロありがとう。ありがとう。あ、若い頃大変なのか。みんなそうか、そういうものか。ケロックニさん、マシュマロありがとうございます。マシュマロ、あ、アニメート、そうです、アニメートの STU コラボイベント明日までですので、皆さん悩んでる方はお忘れなく。オンラインショップもありますのでお忘れなく、よろしくお願いします。でもシリアルコードの応募は4月7日までですので、まだあと1ヶ月ありますので、シリアルコードはまだ焦らず大丈夫。でもまだ先やと思って余裕ぶってると大変な目に遭うかもしれません。なのでお早めに。ニシアン、ハートありがとう。ガチ恋ってどう思う？ガチ恋？自分で自分のメンタルをお世話できるんだったらいいと思います。それでアイドル側に何でも何て言うの、面倒をこう見られて、見られろ、見られようみたいな姿勢じゃなければいいと思います。お互いそう、店員さん側はお客様は神様っていうスタンスだけど、お客さん側がそのスタンスで行くのとは違うのと同じで、そういう感じだと面倒、メンタルの面倒を見てもらって当たり前スタンスとかだと難しいかもね。でもガチ恋なのはそれだけ好きってことだからいいと思います。私もガチ恋だった時期があるし、うん、気持ちはわかるから病むのも仕方がないけど、そう、お互いのね、思いやりです。そうね、いい距離感がいいと思います。ちょっとね、最近さ、ガチ恋なのか分からんけど、本当にもうパセが面倒見きれないぐらいもう大変でして、そう、いや、タイムリーなんだよね。そう、もうね、あちこちでそう病まれ始めちゃうと、あっち見てこっち見てってなってやっちゃうと、ちょっと目が行き届かないところがありますので、ちょっと各々で頑張ってもらうことは可能でしょうかという気持ちです。私は気にはかけますが、そう、モテ期みたいな、でも一旦落ち着いて考えてみましょう、ね、一旦落ち着いてください、冷静にっていう気持ちです。よろしいでしょうか。
った気がします。そうだよ気がするだけじゃないよ、合ってるよ、よく会いました。いや、セルフケアは大事。そして目が合ってると思ったらもう合ってる、それは実際に合っているので、それでもとてもいい。合ったのに目が合わなかったっていう人とかいるから、合ってますので、合ってるから安心してください。そうです、そう、ネガティブな気持ちが出ちゃった時にどうにかこう最小限に抑えてもらえると大変ありがたいかもです。2階席もしっかり見えました、ありがとうございました。フェスとかだとゆっくりありがとうの時間が取れないから、お見送りをしたい気持ちでいっぱいですが、無事に帰れていたら安心です、ありがとうございます。ネガティブになっちゃうと、私もネガティブ映っちゃうからさ、最近元気だったけど、そういうネガティブな意見見てネガティブになりだしたから、ネガティブムーブが来たの。もうだから私はポジティブでいないと、今の卒コンに向けてのさレッスンとかがどんどん始まってるから、ネガティブモードで挑むわけにはいかないので、ちょっとこの時期だけでも皆さんおのおので頑張ってもらえないでしょうかという気持ちでございます。それがツアーとかが落ち着いたらまた大丈夫だけど、ちょっとね、おのおので頑張ってもらえたら非常に助かりますの時期です。新一さんファイト、ゼータンファイト、ありがとうなんか応援されたので頑張りたいと思います。いやでもさ、そんだけ好きでいてくれるってことじゃないですか。でもなんかそれはとっても嬉しいんだよね、とても嬉しい。なんかその気持ちをさないがしろにしたいわけじゃなくて、ちょっとね、もうちょっとね、よろしくお願いしたいところでございます。周り自分の世界に入り込まず、ちょっと周りをチェックしてもらえたら助かりますです。よろしくお願いしますです。よろしく。そらそよかさん、ハートありがとうそうだ、最近はそういうパセリのお悩み相談会になっちゃって申し訳ないけど、そういうね、昨日の件もそうなんですけど、昨日の件だけじゃなくて、そういう面のモヤモヤは最近多くて、配信とかしてない時間もそういうの考えちゃってて、最近ずっと昼間も夜も寝る前とかずっと考えたりしてて、なんかそう、何がベストかなとか、自分は正解じゃないかもなって、こうこの考え方はきっと合ってないのかも、他のアイドルだったらもっと違う風に受け止められたりするのかなとか考えちゃってしまうので、ちょっとね、難しいなと5年目にして思っているところです。ふくちゃんアイスありがとう、みんなに笑顔になってほしいから、なんか一人でも悲しいと悲しくなっちゃうというか、私のせいやと思ってしまうので、ちょっとそう、難しいなと壁にぶち当たっているところでございます。いちるさんハート、おみかんさんアイス、じんだいさん回復薬ありがとう。今日無謀のパンちゃんの歌い出しがめっちゃ良かったよね。やっぱパンちゃんの歌好きですね、私大好きですね、これからもいっぱい聞きたいですね。
マポスさん、アイスありがとう。なんか難しいよ、すべてが。私が落ち込んでるってよりは、他なんか落ち込んでる人が多すぎても手に負えてなくて申し訳ないという気持ちのなの今。なんか私が病んでるとかではないんだけど、めちゃめちゃ元気いっぱいでし、もりもりアイス食べてるんだけど、みんなが元気でいてほしいからどうしたらいいんだろうと思っているという感じです。でもそれを今までさ一人で思ったけど、こうやってみんなにショールームとかで話しちゃいました。話しちゃった。話すつもりなかったのに話しちゃいました。レネさん、歯車、ミスターホワイトさん、マシュマロ、ありがとう。ありがとう。みんなにお悩み相談してもらう。一人部屋だよ。一人部屋だった。だからお化け怖い。でも絵はないから安心です。でも今日は大丈夫。怖かったらパンちゃんの部屋に転がり込めばいい。パンちゃんも迷惑だろうけど。怖いよって言って。行けるから。いいんだ。テレビは今はあの Wi-Fi の画面みたいなのあるじゃん。テレビつけたら今それです。今 Wi-Fi のパスワードみたいなの映されてるとこです。今日なんかテレビあんのかな。おしゃれ。間接照明がある。今日テレビなんかあるんですか。みんな土曜日だけど。なんかあるかい。ちょっと怖いからつけとこう、やっぱり消音。チベチじゃないの。え、テレビどうやってつけるの。うん、えい、なんかある。今日今日なんかある。あ、ナイトスクープあります。今日ナイトスクープ見よう。今日は怖いから。トゥトゥトゥル。みんな明日ね、明日さ19時からパセリの大好きなテレビがあるので、みんなで見て感想発表会しよう。その番組は劇的ビフォーアフターっていうんですけど、私がちっちゃい頃から大好きで、あの昨日お母さんに教えてもらった。お母さんと電話してて、日曜日ビフォーアフターあるよみたいな言われて教えてもらったので見たいと思います。録画してきました。一応帰り間に合うか分かんないと思って録画してきた。フルキャパさん、マシュマロありがとう。明日の19時からですね、あるみたいですので。私はテレビをつけて寝るの、ホテルの時は。怖いのでテレビ真っ暗だとお化けが出てきそうだから、中から。だからテレビをつけてれば楽しい笑い声とか聞こえてね。でもさ、土日とかは割と夜遅くまで番組あるけど、なんか水曜日とか火曜日とかさあんまなかったりするんですよね、平日とか。だからそういう時はテレビショッピングとかつけてます。ずっと同じ商品流れたりとかしてるやつ見てる。見てはない、聞いてるというか、子守歌みたいにしてお化け防止にしてます。怖いので。水色魂さん、ハートスティック。トシさん、ハートスティック。ミキヤくん、マシュマロありがとう。テレビつけないと。待って、あとさ15分ぐらいでショールーム終わる時間なんですよね。無理だじゃん。ちょっと
みんなと相談会したい夜遅くまでみんなとさ今後の話とかして語り明かしたいね。みんなは最近何するのが好きですかとかもそういう話をしたい。こんばんは。白い光の中に山並みは燃えて、寝なきゃです。めちゃくちゃ眠たいです。今日昼からずっと新幹線で寝れるかと思ったけどさ、広島から福岡って1時間で着くんですよ。だからさ気づいたらもう到着しちゃってなんかさ東京の4時間になれたらさ1時間とかもうすぐ着いちゃうから、寝ようと思った瞬間もう着いちゃう。近い、いや近いようで遠い、なんか大阪ラバーかみたいなこと言っちゃった。大阪ラバーじゃないんですけど、近くて遠いですUSJ 行って私大阪ラバー聞いてジェットコースター乗ります。あれはハリドリのジェットコースターはここから爆音で流れるんですよ、音楽が。でね、そのさここの守ってくれる部分が大きすぎて安心感ある、乗るときだから。ハリドリは乗れるけど普通のジェットコースターはちょっと怖いですね。ちょっとねここに信用をまだ置けてないというか、ね、ユニバ行きたいです。イースターコナンが始まる、そうなんだよね、新幹線あっという間に着くんだよね、すごいよな、ね、なんかストレッチしたくなった。なんかフェスとか終わった後ストレッチする時間ないから体出さなきゃ、バキバキなる、体が固まってますね。バキバキ言ってるね今。さっき夢の国ね行きたいです。3期生がよく行ってるイメージです。行きたい行きたいよ。もう10年以上行ってない、家族で行ったことしかないですね。名探偵サヤンがコナン見に行きたいらしい。あら、名探偵パセンも見に行きたい。コナン去年一人で行ったんよね。私一人映画デビューしました。コナン一人映画ね、映画館怖くて一人映画無理だったんですけど、去年はコナンが見たすぎて行ったんよ。でもその時は映画館怖いという感情よりもその時期さちょうど咳が止まらない時期だったのねアレルギーの症状でなんか咳がずっと止まらなくて、映画中に咳の発作が出ないかにずっと怯えてて集中できなかったあやばいやばい、映画館満員だったからさ咳が出始めたらさ出なきゃいけないと思って、せっかく映画館来たのにってな。でも大丈夫でした。映画の時間だけ発作止まってたからよかったけど、映画館チュロス派、チュロスがない時はポップコーン頼んだけど、なるべくチュロスがいいです。チュロスはチョコレート味がいいです。いつかの参考にしてください。チュロスチョコレート味派、ココアとかチョコ、シナモンがね苦手なんですよ。シナモン無理だからココアかチョコだと食べれます。よろしく。そう、チュロスです。チュロス、靴下が脱げちゃった。チュロス
スの穴、チュロスに穴とかあるかい、うん、こういうやつ、こういう。おさてぃさん、マシュマロありがとう。私も始まる前に食べ終わるの本当に最悪なんだよ ね。ポップコーンとかだとさ見ながら食べれるけどさ、チュロスはもう予告の時点で食べ終わってるんですよね。本当に我慢できなくて、むしゃ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 食べたら終わっちゃうね。難しいよね、ペース配分ができなくて。チュロス、あ、5本、5本も買ってくれるの。じゃあ3本ぐらい持ち帰ろうかな。てりたまバーガー、みんなてりたまてりたま言う、昨日も今日もてりたま。チュロス来ないの。確かにラー、確かにね。去年はどうだった。でも去年も結構さ、去年はコナンが好きだったもん。コナンが危ない状況。今年はあれですよ、怪盗キッドがメインの映画だから。怪盗キッドとヘイジの回だからね。ヘイジさん、そちゃんの好きなヘイジや。ラン、怪盗キッドすごいよね。せやかてくど、もうさ STU に入ってからさ、さやかてくどっていうコンビ名が身近にありすぎてさ、もう何がどっちが正解か分かんなくなっちゃった。さやかてくども好きだし、さやかてくどっていうのは原田さやかちゃんと工藤理子ちゃんのコンビ名がさやかてくどっていう名前なんですけど、どっちがどっちか分かんなくなる時がある。今とか今 Now。 そう、天熱さん、マシュマロありがとう。通勤急行通過駅さん、マシュマロありがとう。さやかてくど、あれも好きですよ。なんだっけ、トリケラトプス、トリケラトプスっていうユニットが新しくできたらしくて、なんかマネージャーさんにおすすめされたの。マネージャーさんにね、この前工藤理子の配信見てたら新しいコンビが結成されてて、トリケラトプスっていう3人組なんですけどみたいなで。おすすめされました。リコチとユキリカとアイコの3人の、そうユニット名トリケルトプスっていう、しかも自己紹介のねポーズみたいなの決まってて高崎アイコから取られてしまいました。アイコが移籍しちゃった、トリケルトプスに。なんかね、リコちゃんいろんな人と組んで、パセリコチでもね、いろんなメンバーと仲いいもんね。トリケラトプス、ティラノサウルス、トリケラトプス、なんだこの歌、あ、アイダ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 、一人じゃないんだ君がいるみたいな歌知ってますか。あいだあいだ、どこ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 へ行くみたいなやつ。知らない。そう、私が小学生ぐらいの時にやってた番組の歌。そう、聞いたことない。髪の毛ほどいときますね。もう、プさん、マシュマロありがとう。シンデレラ、私12時にね消えちゃう。誰かガラスの靴を拾って
24.5 の女を探し出してください。明日ね、明日は何時か14時ぐらいの時間にフェスだから、朝は爆睡してそうな予感です。爆睡予定。明日の髪の毛はどうしようかな。やりたい髪の毛はあるんですよ。明日できたらいいな。誰とも被らなければそれにします。見て、編み込みほどいたからもうすごいなみなみになっちゃった。こっちもほどこ。そう、ゆっくり寝ます。もやもやせずに寝たいと思います。え、呼ぶ子イカ食べるんですか。いいなぁ、いいなぁ。なみなみになった。ソバージュ、ソバージュ、ソバージュ。明日も元気いっぱい頑張りたいと思います。明日も頑張るぞ。今日はみんなと話せてよかったです。最近の私の心の内を話してしまっちゃったけど、最近のそういう感じでした。最初の方のイントネーションどっちだったっけ。どっちだったっけ。ソバージュ、ソバージュ、どっち、どっちだろう。ギリタンショウさん、ハートありがとう。しんいちさん、誰もありがとう。ソバージュ、どっち、最初ソバージュですか。ソバージュね、分かった、覚えるね。ソバージュ。キョンシュさん、ハートスティックありがとう。忘れっぽいマッチさん、バラありがとう。チョコラブさん、ハートスティックありがとう。ソバージュ、ソバージュ。イチルさん、マシュマロ、ラクさん、ダルマ、ミキヤくん、バラありがとう。そう、今はもうお腹いっぱいだから。珍しく今日さ、いつもお腹ペコペコだからさ、食べ物の話ばっかりするじゃないですか。でも今日はもうお腹いっぱいだから、もうお腹いっぱいだからもう全然飯取ろうしなかった。ショールームで珍しくいっぱい食べたんですよ。餃子とチャーハンと、あと焼き餃子、水餃子、チャーハン、あとね、唐揚げとかを分け合いっこして食べたんよ。今日一番おいしかったのは、中華クラゲみたいなやつがおいしかったです。コリコリしてました。中華クラゲ、クラゲ中華みたいなやつ食べておいしかったです。そう、満腹です。明日多分むくんでるから、朝からマッサージ頑張ります。中華クラゲか。そう、あのね、もう 2,3 年前ぐらいにみほりんがおすすめしてくれた餃子屋さんに行ったの。え、もうある時間、あと2分だ。男女読まなきゃだ。313お断りです。のぶろうさん、ハートありがとう。やばい、壇上タイムでした。いきます。13位スケオさん、12位イモケンピさん、11位クアドリさん、10位ジンダイさん、9位レネさん、8位オミカンさん、7位シンちゃんさん、6位イッちゃん、5
5位しんいちさん、4位かめさん、3位やすべえさん、2位かつおさん、1位まぽすさん、ありがとうございます。あー終わっちゃう、あと1分で終わっちゃう。ほらあと1分よ、ほぼ1分と10秒、1分と7秒、1分と5秒です。おやすみなさい、ありがとうございました。皆さん眠たくなっちゃった。うーんお風呂頑張りましょう。おやすみなさい、また明日、バイバーイ。